全員のほにゃららカレー、カレーほにゃらら、いきましょう。こちらカレー飯、カレー飯、カレー飯、チキンカレー飯、メシメシズってな。いやこれ、ね、いや難しかったペコですな。チキンはペコラも好きだもん、うん、じゃあ続いて冷めちゃった春を色にさ、おい誰か拾ったよ。誰か拾ったよ。誰か拾ったよ。ね、これ拾った、これいけない空気だったの。ごめん、なんか今答えたよ。おい、今誰か出してるからね、ペコちゃん。今なんか引いたって聞こえたけど、誰引いたって。こんだけ差が開いてたら風車行くんじゃないか。なんかペコーラもチキン冷めたかも。昨日誰かにも言われたし、急になんかポッと、なぜかチキン冷めたかみたいな、急にぶっ込まれたペコだし、なんか冷めてきたペコーラも、なんか風車行かないんだ、行かないんだ。ペコーラ冷めてきちゃった。そう、ペコーラなんか冷めてきた。やめろ、クリスマスやばいって。いやあれさ、いやクリスマス、いやクリスマスはさ、いやなんかさ、やるネタがなくてね、休んだの。でもなんか変にまとめられたのね、なんかペコーラが多分前日とかで冗談で、なんかクリスマスはみんなと一日過ごしたいペコみたいなの冗談でそう言ってたのに、なんか俺は信じてたんやぞペコラみたいな感じでさ、冷めちゃったらしくて。そしたらラクちゃん、あの一緒にクリスマス配信しようよ。ペコラが言ってなかったな。一緒にやらされるの配信。そうだ、互いにやろうよ。え、ラッキーは冷めたチキン持ってくか。そう、冷めたチキン、お前家でレンジでチンしてやるわ。ペコーラが食べてやるから。はい、あ、じゃあちょっと、皆さん、クリスマスでウサダペコラって思ったら何がまず浮かべるかなと思うんですけど、まあ、去年ちょっとウサダペコーラ、クリスマス配信を、無断で何も言わずに配信をしなく、リスナーさんのチキンを冷めさせたということがなんかあったっていうのを知ってらっしゃる方いますかね。なるほど、チキン冷めちゃった。なるほど。そうですね。ありましたね。はい、でちょうど今日なんです。そう、多分冷めさせちゃったのが。あ、もう1周年記念。はい、でも、もう、ペコーラ、このクリスマス時期になると手の震えが止まらなくて。ああ、なるほど。怖くなってトラウマになってしまったペコなんですね。味塩ちょん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 、なじませます。なじませます。胡椒もってやりたい。うわ、うどん食べたい。ペコーラそばよりうどん派。そばもう食べれるようになったけど、やっぱうどんしよう。年越しうどんしよう。またそんなこと言って大丈夫ですか。おい、やめろよ。気持ちです。頭の中のね。伸びても冷めても知らんかんな、今回は。ぶっ飛ばすぞ、マジでは。持ちネタ増えちゃったな。こんな持ちネタ嬉しくねえよ。可能なら、2023年うさぎ年の間に、通常の、はい、コラボのたまごっちだと、はい、スケジュール的にちょっとギリギリなところではあるんですけど、あの途中でお世話している途中に気づけば、頭世界観を守ってを冷めさす世界観って。ペコラッチが本当に商品化。ペカー、マジでペコーラ育てられます。冷えるチキンって今思うとペコーラのこといじりすぎなのではと思いますが、まあでも、